秩父鉄道でき地形電気機関車は、かつて秩父鉄道に在籍した直流用電気機関車である。製造メーカーも携帯も異なるでき1から5のグループとでき6.7の2グループが存在した。1922年に同鉄道が電化されたことにより、それまで蒸気機関車に頼っていた石灰石輸送を電気機関車に転換するため、 出来1から5の5両が、アメリカのウェスティングハウスエレクトリックで製造、輸入された。電化時に発注し、同年4月から、使用開始となっている。日本に輸入された初めての幹線用、大型電気機関車で、当時東海道本線電化を計画していた、鉄道省の目に留まり、大井工場で組み立てられた。 ウェスティングハウスエレクトリック製9 3 3ットの電動機を4機を搭載し、電磁空気単位スイッチ制御機を車体中央部に格納する全長1 0 4 3ルの突景機で、運転台は片側に寄っている。前面の窓は2枚で、乗務員扉は運転席横に取り付けられている。ホキルボンネットに配置し、搭乗当時は、 ボンネット上に金が取り付けられていた。1952年の秩父鉄道の河川電圧1500ボルト小圧の結果、116.6キロワットに出力増強となる。さらに1957年に三菱製の高速土砂暖機を追設、1961年に機械室配線の更新、1969年に、 国産の電動発電機が設置されているが、制御機や主電動機といった基礎的な電気機器については、最後までウェスティングハウスのオリジナルを使用し続けている。塗装は登場当時から1970年代後半までが茶色一色で、1980年代から廃車までが青色一色であった。戦後になり、自社発注の出来百型や、日本国有鉄道から払い下げを受けた。 ED38 型が登場したが、変わらず貨物輸送に使用された。その後、老朽化や貨物輸送量の減少が影響し、旧車の車両が出始め、1984年日本セメント、埼玉工場向け石灰石輸送が廃止になるとでき、3滴4滴後の3両が、同年10月31日付で廃車となる。 その後、1988年12月1日付で、出来1が、1994年11月30日付で、出来2が、廃車となり、形式消滅した。出来1廃車後は出来2を除いて、生体保存された。このうち出来後は2007年頃解体、出来1も2019年の、鉄道車両公園リニューアルに際して解体された。出来4は、 熊谷市内に保存される前に一時期、長泥駅構内に保管されていた。1925年、秩父セメント、秩父工場の創業開始に合わせて、イギリスのイングリッシュエレクトリックで製造された、デッキ付き箱型 BB 機。同型車は、東武鉄道や青梅電気鉄道にも存在した。車体の正面、側面は、非対称の形態であった。 制御装置は、当時最新鋭の電動化無軸式。主電動機は、デッカー製1 4 9 2 k w で、ブレーキは、L、L-14A 空気ブレーキと手ブレーキを併用。台車は、デッキと一体の板台枠台車を履く。パンタグラフは2機搭載していた。塗装は登場以来廃車まで、茶色い色であった。その後、戦時中に、パンタグラフは一気に減らされた。 また、1952年の河川電圧の 1200V から 1500V への昇圧に伴い、主抵抗器の血栓変更などが施行され、電動機出力が 186kW4 に増強された。性能は出来 100K の出来101をしのいでいたが、出来1から5と異なり登場以来、配線や補給交換をはじめとする。 危機更新を加えなかったことから老朽化が進み、1976年、500系電車を6両牽引する、さよなら運転を行い、翌1977年1月10日付で2両、揃って、廃車となった。秩父鉄道、三部口駅の鉄道車両公園から、保存車両を撤去へ、鉄道コム。 https://www.tetsudo.com コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ2080スラッシュ2019年5月25日閲覧。ありがとうございます。